ミディクラウスプロの、インストール手順ですね。まずここに、レッスンビデオ作成手順、技術的メモっていうのが、覚書きになっていて、まず復元ポイントを作成、体験版なので、で、体験版をインストールして終わったら、復元ポイントに戻す。で、15日経過すると使えなくなるのを防ぐ。で、まず復元ポイントなんですけど、今これ作り終わったとこです。ちょっと時間かかるので、ここを押して、復元ポイントを作ると。で、インストールじゃないや、使い終わったら、ここにね、今、インストール前に復元ポイント、まあ、インストール作業で自動的にできるんですけど、まあ、念のために。作ったら、こっちかな。プロの方ですかね。プロの方を体験版をインストールします。まあどこに入れてもいいんですが、いつも入れるところに、デスクトップにショートカットを作る、関連付けを、まあ戻すからどうでもいいんだよね。ラウンチ、はい、これで15日最初の日になりました。トライアルを続けます。それで、どこに行った？どこに行った？ないじゃないか。ラウンチされないじゃないか。